インフルエンザの感染が広がりを見せています。今日、東広島市の会社では感染を予防しようと集団ワクチン接種が行われました。お昼休みの休養室です。ご覧のように多くの方が列をなして順番に集団接種を行っています。県内でインフルエンザ感染の広がりが見られます。東広島市にあるこちらの会社では今日希望した従業員134人に対し集団でのインフルエンザワクチン接種が行われ社長自らも接種しました。感染者が増えることによってこの組織がストップしまう、早く受けとこうということで、安心して、仕事に従事できますよね。広島市保健所では定点あたりの報告数が2週間前に前の週のおよそ2倍となる 14.57 人まで増えました。先週は 18.83 人とその数がさらに増え感染は拡大傾向にあります。また今日は尾道市内の小学校でインフルエンザによる学級閉鎖が発生しており、医師も早めのワクチン接種を呼びかけます。11月12月頃に打つのが例年ですが、今年はやはりインフルエンザの流行早いからちょっと早めに打たれた方がいいかもわかりませんね。高齢者とかあるいは子どもさんに症状の悪化が見られるとやはり肺炎とかいろいろな病気が出てきますので、今シーズンは新型コロナとの同時流行も懸念されています。副反応が心配な人は間隔を空けるなど工夫しながら両方のワクチン接種を進めます。両方が流行してしまうと医療もパンクしてしまいますし、予防接種によって守れるものを守っていって今年の冬を皆さんで元気に乗り切っていくのは非常に大事な時期じゃないかと思います。新型コロナも5類に移行し行動範囲が広がるだけにインフルエンザと合わせた感染対策が求められます。